どうもアガポニです。今回は序盤で取れるのに結構見落としがちな隠し武器、黄金樹の大弓と桃矢のタリスマンの入手方法についてです。で、この桃矢のタリスマン、桃矢という名前からも分かる通り弓矢の飛距離を伸ばすというものなんですが、これがね、弓矢だけではなくて一部の魔法にも効果があったりするんですよね。少し前に話題になっていたものなので知っている方もいるかと思いますが、このあたりの内容も踏まえて紹介していこうと思います。それでは早速いきましょう。はい、まずはこの黄金樹の大弓の紹介です。この弓は大弓ジャンルの弓になっていまして、この通り見た目も大きいものになってます。で、これについている戦技は貫通射撃というもので、まあ、名前の通りですが敵を貫通する特性を持ってますと。貫通するんでね、当然その後ろに敵がいれば後方の敵にもダメージを与えられるという特徴を持ってますね。こんな感じで直線的にまとまった敵がいるような場合は距離を取って安全にまとめて排除できるので、通常の弓矢よりも便利な戦技になってます。ただまあエルデンリングにはね、他にもまとめて敵を攻撃できる優秀な戦技や魔法があるので、あえてこれを使う理由ってのは乏しいんですが、まあ、弓をメインに使っていきたいとか弓好きの人なんかにとっては一つの戦略選択肢になるかと思います。ちなみに大弓で使う矢は普通の矢ではなくて大矢という別物になってます。この大矢はね、一部のショップで有限で売っているものなので気軽にバンバン打てるものじゃないのかなと思ってしまいがちですが、ちゃんとね、無限購入できるショップはあります。場所はこの放浪の民の商人ですね。手前の祝福で言うとこの罪人橋から来れる場所になってます。それとこの黄金樹の弓は聖属性の矢を使うことでさらに攻撃力を上げることができる仕様になってますね。で、聖属性の矢っていうのは具体的に言うと黄金の大矢になるんですが、これもね、無限購入できるショップがありまして、アルター高原のここ矢を捨てた商人から購入できます。で、続きまして弓の能力を引き上げる装備、桃矢のタリスマンについても紹介していこうと思います。これは飛距離を伸ばすという効果があるタリスマンになっていまして、具体的にどれくらい違うかというと、今これね、装備なしの状態ですがこのくらいの距離で届かない距離になってます。ただここで桃矢のタリスマンを装備すると、届くんですよね。この距離から狙うことができればより安全にかつ有利に戦うことができるようになるというものになってます。そしてこのタリスマン、説明文としては弓の飛距離を伸ばすと書いてあるんですが、実際はね、一部の魔法にも効果があります。例えばこの岩石弾という魔術を使ってみますが、今これはね、タリスマン装備なしの状態ですね。この距離では届かないと。ですがタリスマンを装備すると、届くんですよね。タリスマンを装備する前はね、もう少し手前で落ちてしまっていたのが、装備後は落ちずに遠くまで飛んでいくようになると。で、より便利な魔術としてはこの奇襲のつぶてですね。この魔術はロックした敵の後ろから魔法攻撃が出るというものなんですが、範囲外だとね、こんな感じで敵側に攻撃が出ない状態になります。ただここで桃矢のタリスマンを装備すると、これも飛距離が伸びて届くと。これだけの遠距離で敵の真後ろから攻撃できるので、こんな感じの盾持ちが相手でもね、しっかりダメージを与えられるというものになってます。それとですね、使いどころは限られてくるとは思うんですが、こういった高い場所を利用して安全にね、戦いたいといった場合においてはさらにパフォーマンスを発揮することになります。普通にね、打っていっても届くには届くんですが、ここでね、おすすめしたいのは戦技ハローレインですね。これは敵の頭上から弓を振らせる攻撃になるんですが、さすがにこの距離だと範囲外になってしまって敵の頭上ではね、発動しないわけです。ただここで桃矢のタリスマンを装備すると、この戦技も届いてしまうと。
とまあこんな感じでね、状況によっては一方的にかつ安全に攻撃できる環境を作り出せたりするので、この桃園のタリスマンはぜひ持っておくといいかと思います。というわけで黄金樹の弓の入手方法の紹介です。場所は最序盤の祝福漂着墓地になりますね。でここのインプ像に石鹸の鍵を使って封印を解くと、で進んでいきます。でここはですね、チャリオットという戦車のようなギミックが邪魔をしてくる墓地になってます。でこのチャリオットを破壊する必要があるんですが、そのためにはですね、この先まで進んでいく必要があるので、まずはどんどん降りていきます。でここまで来たら、この上に3つ爆弾があるので、これを弓で攻撃してチャリオットに落とすことで破壊できると。タイミングとしてはチャリオットが手前に来たあたりを音で確認して、そのタイミングで矢を撃つとちょうど壊せるかと思います。これで手に入りますね。失敗してもね、残りの爆弾は2つあるので、残り2回分チャンスがあるのと、全部失敗したとしても祝福で休んで戻ってくれば何度でも挑戦できるというものになってます。ちなみにチャリオットは一度倒せばそれっきりで復活はしないギミックになってますね。で黄金樹の弓だけが目的であればこれで終わりにしてもいいんですが、この奥まで進んでいくとこの墓地のボスがいまして、倒すことで位牌湿地騎士オレグを手に入れることができたりします。次は桃園のタリスマンの入手方法です。マップで言うと場所はここになりまして、近い祝福としては関門前になりますね。実際に移動します。ここですね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。